こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は私たち人間にとって、あまりに怖すぎる寄生虫6選を紹介しようと思う。え？寄生虫って人間にも寄生するの？がっつり寄生するぜ。ちょっと、この話聞きたくないかも。ちなみに臓器や脳みそに寄生する奴らもいるぜ。怖すぎる。まあ警戒する意味も兼ねて、聞いておいてほしいぜ。そうね。誤信も兼ねて聞いてみるわ。特に最後に紹介するオンコセルカは特にヤバいから、心してみてほしいんだぜ。それから、このチャンネルではクレイジーな生き物を中心に面白い生物を紹介していくから、チャンネル登録と通知ボタンを押して応援してくれたら嬉しいぜ。高評価とコメントもぜひよろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初にいきなりヤバすぎる寄生虫を紹介するぜ。その名も芽食虎虫。芽食虎虫？初めて聞いたわ。そいつの何がそんなにヤバいの？シンプルに寄生されたら、死ぬ。え、ほぼ確実に死ぬ。ヤバすぎる。芽食虎虫に寄生されたという事例は現状18件だ。そして亡くなった人の数も18件だぜ。本当に致死率 100% じゃないの？どうしてそんなことになってしまうの？芽食虎虫に寄生されたら、まず臓器が攻撃される。初期症状は胸痛や下痢などだな。恐ろしいのはここからだ。この芽食虎虫は人間の臓器の中で幼虫のまま分裂し大量に増えまくる。もう聞きたくないかも。そうすると、体の表面にイボがボツボツと大量に現れるんだ。それで、このイボを引っかいてみると、5ミリ程度の芽食虎虫がわらわらとうねり出てくるんだぜ。もはやホラー映画だわ。その後、言葉をうまく話せないようになり、体も動かせないようになっていく。そうしてどんどん衰弱していき死んでしまうんだ。なんなのよ。どうしたら寄生されずに済むの？この芽食虎虫なんだがな、実は生態がかなり謎に包まれているんだ。実際、どのような経路で人間に寄生するのかも明らかにされていない。怖いわね。でも世界で18件しか事例がないのよね。それなら心配はほぼないように思えるわ。まあそうなんだが、実は最も報告事例が多い国は日本なんだ。そんな、明確な対策はわからないから寄生されないことを祈るしかないな。不幸が訪れないことを祈るわ。続いて紹介するのはフォーラーネグレリアだ。そいつはどんな寄生虫なの？簡単に言うと寄生されたら死ぬ。また、寄生虫ヤバすぎるわ。このフォーラーネグレリアは、なんと人間の脳みそを貪るアメーバなんだぜ。いやだー。フォーラーネグレリアの主な生息地は、暖かい淡水だ。人間がその淡水で泳いだり遊んだりしていた際に、水を飲み込むと寄生されるんだぜ。基本は鼻から入っていくんだが、そこから脳に進むわけだ。確かに鼻って脳に近いものね。そうして脳内に侵入したフォーラーネグレリアが特殊な溶解液で、人間の脳を溶かしていく。溶かした脳を栄養として、分裂増殖していくわけだぜ。最低よ。寄生虫なんていなくなればいいのに。今度は日本は安全よね。残念ながら、日本でも寄生された事例はあるし、寄生された方は亡くなっているぜ。そんな。そして、その方を解剖することになったんだが、脳みそはドロドロに溶けて、形状もぐちゃぐちゃになっていたそうだぜ。もう、怖すぎるわよ。寄生されてからしばらくは、発熱や頭痛などの症状があったそうだぜ。それからどんどん症状は悪化していき、10日ほどで死に至ったそうだ。早いのね。それなら怪しいと思ったら、すぐにお医者さんに診てもらうべきだわ。それはそうなんだが、治療法は見つかっていないんだ。辛すぎる。これもまた、寄生されないことを祈るしかないな。さっきから怖すぎる寄生虫ばっかりで疲れたわ。ただ事例が少ないのが幸いね。そんな霊夢に秘宝だ。次に紹介するトキソプラズマは国内だけでも数千万人が寄生されているぜ。ちょっと、数人に一人は寄生されているってことじゃないの。このトキソプラズマは汚染された食べ物から寄生してくるから、比較的経路が幅広いんだ。とはいえ、数千万人が寄生されているくらいだから、そこまで症状は重くないぜ。寄生されても無症状のことは多いし、症状が出たとしても軽い風邪程度って感じだ。なるほどね。それなら安心だわ。ただ糖尿病などの持病があると話は別だぜ。免疫が落ちている状態の場合、トキソプラズマが生き生きとし始める。そして脳に侵入し破壊してしまうんだ。脳症や肺炎などを引き起こしてしまい、亡くなってしまうことすらあるぜ。結局恐ろしいじゃないの。だから持病がある方にとっては恐ろしい存在なんだが、妊婦の方にとっても危険なんだ。どういうこと？トキソプラズマが母体の中で悪さするせいで、赤ちゃんにも影響が出ることがあるんだ。場合によっては赤ちゃんに障害をもたらすこともあるし、流産になるケースすらあるぜ。ひどすぎるわ。ここまではトキソプラズマがもたらす危機について話してきたが、実はそれだけじゃないんだ。どういうこと？
これはまだ研究段階の話ではあるんだが、なんと人格を変えてしまう可能性があるんだ。何よそれ。まだまだ研究段階だからはっきりとした答えは出ていないんだが、交通事故に遭いやすくなるだとか、自殺しやすくなるなんてデータも出てきているそうだぜ。謎すぎて怖いわ。ちなみになんだが、猫ちゃんを飼っている方は特に注意してほしいぜ。というのも、トキソプラズマは猫の腸内で有性生殖するとされているんだ。だから寄生されている猫の糞などに接触すると、人間にも寄生するケースがあるんだぜ。そんな、人間はもちろん、可愛い猫ちゃんにまで寄生するなんてひどいわ。続いて紹介するのはバンクロフトだ。バンクロフテとも呼ばれているぜ。そのバンクロフトはどんな寄生虫なの？まあ百聞は一見にしかずってわけでこの画像を見てくれ。何よこれ。これは増皮病っていう病気だ。バンクロフトはこの増皮病を引き起こすぜ。ひぃ、バンクロフトはカヤブリュなどに寄生し、そして人間などにも寄生していくんだ。そして寄生する場所が特徴的で、リンパに入ってくるんだ。リンパ節などってことよね。リンパに寄生されるとどうなるのか、想像しにくいわ。進行は比較的ゆっくりだぜ。リンパ系に寄生してからだんだんと破壊していき、9ヶ月くらいで症状が出始めるんだ。ここからはかなり苦しい症状が出てくる。代表的な症状は発熱などだな。そういった症状が何週間、何ヶ月も断続的に起きたりするんだ。じわじわと痛めつけてくる感じで嫌だわ。そしてリンパ管などを破壊していくことで、体内の循環が作用しにくくなってしまう。結果として、ひどいむくみなどが引き起こされるし、さっき見せた増皮病などを起こすケースもあるんだ。あまり馴染みのない寄生虫や病気だったけど、とっても怖いのね。続いて紹介するのはギニアワームだ。ワームって、名前からしてヤバそうだわ。このギニアワームのヤバさを簡単に言うと、1年間ほど人間の体内に居続ける。そしてその後、足を突き破って体外に出てくるんだ。キモすぎる。このギニアワームってのはミジンコを経由して人間に寄生するんだ。もともとはギニアワームの幼虫はミジンコに寄生していて、そのミジンコがいる淡水などを体内に入れてしまったら寄生されるって感じだな。そうして人間の体内に侵入したギニアワームの幼虫は、1年ほどかけてじっくりと成長していくんだぜ。そんなに長い間居続けるなんて、超絶キモいわ。それだけじゃないぜ。成長したギニアワームは人間の体内で動き回るんだが、体内で受精、繁殖するんだ。か。勘弁してよ。受精したメスは体内をうようよと動き回り、さらに成長。大きさは3センチくらいになると言われているぜ。3センチって大きすぎるわよ。そんなのが動き回ったら、寄生された人間は大変なことになりそう。皮膚がブツブツしてきたり、激しい発熱が起きたりするそうで、その苦痛は半端じゃないらしいぜ。かわいそうすぎる。特に足あたりがひどく熱を持ち痛むそうだぜ。そうして足を冷やそうと川などの淡水に足を浸すと、ギニアワームは足を突き破るんだ。いやあ、突き破ったタイミングで、大量の幼虫を吹き出しまくるんだぜ。最低すぎる。そんなギニアワームだが、有効なワクチンなどは現状存在しないぜ。とはいえ、寄生されないようにいろいろな対策が実施されていて、寄生されるケースは減ってきているみたいだな。それは安心したわ。とはいえギニアワームが多く生息している地域は発展途上国の場合が多くてな。そういった地域の中には、治安や紛争などの影響で、ギニアワーム対策を徹底できていないことも多い。だから、まだまだギニアワームに困らされている人は多いんだ。一刻も早く、もろもろ解決してほしいわ。いよいよ最後の紹介だぜ。もう限界よ。体中がムズムズしてきた気がするもの。ここからは、もっと嫌な思いをすることになるぜ。ごくり、オンコセルカボルバラスという寄生虫。この寄生虫が寄生する部位は、眼球だ。ギャー。眼球の中を動き回ったり、眼球から飛び出していたりすることもあって、完全に閲覧注意だ。見ない。怖いもの見たさなんて言葉もあるけど、私は絶対に見ないわ。ああ、マジでトラウマになりかねないから、覚悟がある人だけ見てみてくれ。で、このオンコセルカボルバラスなんだが、主な生息地はアフリカ。そこらの地域でかなり悪さをしているぜ。オンコセルカボルバラスは、まずブリュなどの昆虫に寄生する。そういったブリュに噛まれるなどすると、人間も寄生されてしまうわけだ。さっきからブリュ先般すぎるわ。人間に寄生したオンコセルカボルバラスはやがて成虫にまで成長。そして幼虫を産むんだ。勝手に人間の体内で繁殖するのやめろ。誕生した幼虫は体中に移動しまくり、その一部が眼球ってわけだ。それによりオンコセルカ病という病気が発症する。この病気が発症すると、体中の皮膚がズタズタになってしまうぜ。許せない。眼球にひどい症状が出てしまうと、最悪失明してしまうんだ。なんでわざわざ眼球になんかに移動しちゃうのよ。
かなりの人がこのウンコセルかボルバラスのせいで苦しい思いをしたり、失明してしまったりしてきたんだが、最近は件数は減ってきているようだぜ。ワクチンなどは開発されていないし、特効薬のようなものもないんだが、規制経路を断つ対策が進んできているおかげで、だんだんと被害は減ってきているってわけだ。これ以上苦しむ人が増えないことを祈るわ。というわけで、今回はキモくてヤバくて危険すぎる寄生虫6つを紹介したぜ。どれも特徴的で恐ろしかったわね。とにかく、キモいってことは共通点だったけどね。まあ寄生虫も生き物なわけだから、生存するためには様々な手段を用いているって感じだな。そういった寄生虫に対して、しっかりと対策していくことが大切だぜ。そうね。汚い水には触れないようにするとか、噛みついてくる虫に警戒するとかね。その通りだぜ。仮に寄生されてもひどい症状を起こさせないために、日頃から健康に気を使って免疫を高めておくのも大事だぜ。というわけで、今回の動画はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。